はいいよろししくお願いします今回もですねオープンソースの量子コンピューティングプラットフォームのブルーキャットということで今日はですねニスク2回転極座標ということで量子ゲート方式のですね最新版2020年あたりですね行われているような計算のですね基礎のところを見てみたいと思いますこのあたりは前にも勉強会あったんでちょっと似たような動画あるかもしれないですけど一応ですね要望があったんで入れたいと思います ブルーキャットですね、オープンソースの量子コンピューティングプラットフォームということで、えっと、量子コンピュータのアプリケーションを作ることができます。インストール、PIP インストールブルーキャットで簡単にできて、チュートリアルですね、ブルーキャットインポートサーキットですとかで、今回使うのはですね、下のハイ量子固定のハイブリッド計算といって、量子コンピュータと普通のコンピュータハイブリッドで直列につないでですね、繰り返し計算するようなタイプの問題です。 で、ソリューションはですね、機械学習ですとか組み合わせ劣化問題とか量子化計算っていうのがあるんですけど、まあ、そうですねこういったものを中心にしてどうやって2020年の最新型の量子ゲート方式のマシンをですね使っていくかとで Google とか IBM とかマイクロソフトとか Amazon とかですねこぞってですね、量子コンピューターを採用し始めてますんで、まあ、その辺りですね使い方を見てみたいと思います。 で今回はですね、えー、と初級研中級編の「リスク2回転極座標」ということでれにですね以前、v えー、と聞いたで、ねえー、とまとめたものがありますのでそれ見てみたいと思います。で量子コンピューターを実務で使う場合ですねこれはまあ教育用というよりは、まあ、その実務で使う場合っていうのはそご覚え方があるんですけど大学のこ量子コンピューターの,の教科書とちょっとやり方が違います。 で特に2020年すぐにパッとですね量子、えっと、系統方式使いたい場合には n i s と呼ばれるです、ねえっと、エラーが多いマシンのやり方を覚える必要がありますでその時はですね量子古典ハイブリッド計算といって直列つなぎのものを使う必要がありますで量子ビットのデータと量子状態というのがありますで量子コンピューターの場合ですね1量子ビットの場合にはですね単位はですねデータ上は9乗の点として表現できますで量子コンピューータは まあデータは0と1に左右制約されないで、ブロー補給といえばです、ね、3次元の Q のどこでも取ることができます。で、この場合にはですね、Z 軸っていうのは縦の軸は私たちが住んでいる世界ですね、0か1かって決まるんですけど、そうですね X とか Y とかって軸があって、まあ、そこどこでもですね、偽データが受けてしまうというのがあります。 そういったデータをですね、効率的にえっと表現するためにはですね ψ と言われるえっと状態ベクトルとかえっと波動関数と呼われるものがあるんですけど0という状態は1、0ベクトル1という状態は、0、1ベクトルというのを使います。量子状態の ψ s っていうのは0と1を使ってですね、α×0+β×1 ということで α1、0+β01 で α、β という形で状態ベクトルという形で任意状態を表現することができます。 あとですね、波動関数ですね、オイラーの公式も出てくるんで、よくこれを確認してみてくださいで。初期状態ですね、量子ゲート方式ですね、量子コンピューターの場合には全てですね0という状態からスタートをします。でこの0状態からですね、x と y と z の軸の 3, 3軸の回転を使って、好きな、ね、データを作るということをします。 そのののデータをを作るための回転はですす。ね、行列といいうものを使いま xyz の3軸あるんで量子コンピューターの基本の回転ゲートっていうのは3種類 xyz というパウリーゲートがあります x は 0110y は 0-ii0z は100-1という形でこれはですねそれぞれ xyz 軸周りの180度の回転に相当するゲートです ニスクですね、2020年段階ではハイブリッド方式というのが流行っています。でハイブリッド方式は、基本的には量子コンピューターのゲートの方はまあ2回転といって、回転軸は180度に固定しません。好きな回転角でできます。でそれをですね、えー、と既存コンピューターを使って最適化ということで、複雑な計算になっちゃうんですけど、好きな回転を使って、それをですねコンピューターの方で補正をしながら回転をどんどん決めていくという方式を使います。 2回転に対応したですねパウリ回転ゲートの場合には、えっと、ローテーション、R、回転ゲートっていうのがあるんですけど、まあ、X 軸、Y 軸、Z 軸ということで、まあ、こんな感じですね、ちょっと式をですね。で、えっと、オイラの公式使うんですけど、これですね、RX、RY、RZ で、こんな感じで、コサイン、サインとか使って、まあ、こんな感じでですね、できます。ですね。 であとはまあ、えっと、こんな感じですね状態ベクトルにゲートをかけて計算するというふうになります一量子ビットの好きなデータを表現する場合には ψ はですね例えば rz と ry に、ね、角度を2つ使うと、まあ、こんな感じですね cos2 分の5 e i タ、sin2 分の θ みたいな感じで、えっと、表現をすることができますちょっと φ と θ とシー,ターなんですね でまあいろんなですね RZRYRX とかですね二回転ゲートこれをこれをですね組み合わせて量子状態を作るというのがまあ量子固定のハイブリッド計算の要です。はい、なのでですね普通の教科書だと X ゲート YZ ゲート Z ゲートの次に H ゲートとかですね CX ゲートとかですね例えば S ゲート T ゲートとか出てくると思うんですけどリスク計算のハイブリッド計算の場合には RXRYRZ の2回転というのが基本になります。 で2量子ビット以上の量子状態ですねテンソル積というのは使ってやります状態ベクトルの場合にはテンソル積を使ってこんな風にして計算をして ACADBCBD という風にして表現ができます3量子ビット以上も同様ですでゲートもテンソル積を使って表現する必要があって、まあ、こんな感じでテンソル積を使って計算をすることができますであとはもつれなどもあるんでですね量子ビットですね2量子ビット以上でもつれた場合にはテンソル積には分解できません であとはですね測定っていうのもあります。でこれ計算データですね、3次元球場のどっかにあるんですけど、最終的な測定はですね、基本的には Z 軸上に0と1の値、形で表現をしなくてはいけません。で、基本的には1量子ビットゲートの1両あ1両子ビットの場合には、0と1のですね、確率で、出現確率ですね、確率分布を持って、まあ、このファ、えー、イのです、ね、位置をです、ね、あの推定するということになります。 で通常の測定は Z 軸上で行うので、期待値を計算するんですけど、こんな感じですね、えー、Z, Z 軸上で、えー、と波動関数ですね、挟んで測定するんですけど、まあ、こんな感じになります。そうするとですね、α の絶対値の事情マイナス β の絶対値の事乗これ、1両子ビットの時ですね。で、α っていうのは確率振幅、0の場合の確率振幅、β の方は位置状態の,あの確率振幅なんで、確率振幅の絶対値の事情ということは、出現確率ですね。 なので0が出る確率マイナス1が出る確率をやるってあげるとこういった期待値と呼ばれるものを求めることができます。でこの期待値はですね X 軸上にデータがある場合にはこれ期待値計算できません。なので X 軸上のデータをです、ね、Z 軸にですね、えー、と変換する必要があります。で X はですね HZH というふうにしてゲートの組み合わせを使います。はい まあ、H じゃなくて、えっと、別の回転ゲートでもいいんですけどこんな感じでいりますで。なので最終的にはですねあの最終的には90度回転させてあげて、まあ、測定をするということによって、まあ、X 軸上のデータでも、まあ、Z として測定をすることができるということでこういったです、ね、期待値を求めた上の、まあ、データの変換というのが必要になります。はいですね、なので、えっと、n i s クですねというのはの前にはえっは、と、極座標表記ですね。 普通に量子コンベータを勉強してると極座標表記いきなり勉強するっていうのはないと思うんですけどまあ基本的には極座標いきなり勉強しちゃってリスク計算でハイブリッド計算にいきなりいくというのも最短ルートになるんでもしですね苦手意識がない人の場合にはこのですね極座標を覚えて回転ゲートを覚えるということを最初にやってもらってもいいのかなと思いますんで是非勉強してみてください。はい、以上です